ねえ、大丈夫もしかして、お母さんたちとはぐれちゃった面白そう動かしてみたいな。大きくて大変そうだけど。ちょっとずき、高そうだし触らない方がいいってば。あっあっちの人形もかわいいちょっと、走らないでって言ったでしょいただきまーすん やっぱりカレーは美味しい。さっき小腹すいたってケバブ食べてたくせによく入るね。うーん。カレーライスは飲み物だからはいはい。ねえ、な、本物だよテレビとか雑誌で見た本物だよ二人ともすっごく可愛いちょっと瑞木、もう分かったってば、あと声が大きいそうだ 僕、お菓子持ってきたんだよね。バスの中でみんなで食べようよ。別にいいけど、浮かれてこぼさないでよ。はーい。えー、っと、あ、信号青だよ。当たろう当たろう。ほら、待ちなさい水木。瑞えな、元気になってよかったね。元気すぎてうるさいけどね。ちょっと真冬聞こえてるんだけど。 おかげで寝不足だけどね。アミヤも今日はちゃんと寝なさいよ。はーい。昼までたっぷり寝ちゃおったちょっと大丈夫最近寒いし、あったかくして寝てよね。うーわー、全滅だ。うー、行きたかったのにな。はいはい。また今度なら行ってあげるから。うー 美さんになってるめちゃめちゃ可愛いちょっと最初に言うことがそれここは明けましておめでとうでしょずき楽しそうじゃんま見に来てよかったかもね <laughs> そっかよかったね目いっぱい楽しめてえ いや、そんなに気にしなくても大丈夫だから。ほら、おかわり継ぐからコップ貸して。えー、え、エナ、な、僕の時と対応全然違うじゃん。当たり前でしょ真冬がふらふら歩いてくの見つけたから伝えようと思って。今、奏が後を追いかけてるところ。ほんと、世話が焼けるんだから。いたんだ。いたんだって。 こっちは散々探したんだけど、ふらふらどこかに行かないでよ。ごめん。えあ、うん。わ、わかればいいけど。このジュースは、もうついでいいのうん、お願い。ああ、蹴っちゃわないように真ん中あたりにまとめて置いといてくれるわかった。別に、何も。 何もないって顔してないから、みんな心配してるんでしょ何でもいいから。言葉にしてみたらああ、探したんだからね。ほんと、いつも世話が焼けるんだから。道がわからなくなったってだけじゃ、どこにいるのかわかんないでしょごめん。だね。って、真冬ぼーっとしてると人にぶつかっちゃうでしょは まったく、本当に今日はぼーっとしてるんだから。そう。まあ、雪が平気ならいいけど。でも、またなんかあったら言いなさいよね。あ、雨。最悪。今日降るって言ってなかったじゃん。 真冬、あんたも早く帰りなさいよ。うん。もう少しだけ、休んだら。えでも。<laughs> ああ、もう真冬、ついてきてうん。<え>早く濡れちゃうでしょこれで風邪ひかれたら、なんか気分悪いじゃない。ほら、早く なんて言うか、奏が私たちのこと考えながら作ってくれたんだなって思ったら余計に嬉しくなっちゃった。ほら、あんたも、お礼くらい言っときなさいよ。ありがとう、奏。ねえ、真冬。何ニーゴのこと、お母さんに知られたのは大変だと思うけど、嫌なことは、ちゃんと嫌だって言いなさいよ。 あんたのこと守れるのは、あんたしかいないんだから。ちょっとびっくりしたけど、そうだね。私も応援する。頑張ってね、ケイ。ありがとう、エナナ。ちゃんとできるかわからないけど、やってみる。うん。あ、でも、無理しすぎないようにね。もし無理だって思ったら休んで、必要なら連絡して。そこまで心配しなくても。 大丈夫とは言い切れないけど。かなで、大丈夫ちょっと休憩しよっか。え、平気。まだ始めたばかりだし。本当無理しなくていいからね。かなでも初日なんだし、無理しないで適当なところで。はぁ、はぁ、体力 つけないと。かなで。か <laughs> でがこんなに頑張ってるんだから、私ももうちょっとちゃんと歩こうかな。ほら、かで。こっちの道の方が影になってるし、ちょっとは歩きやすいと思うよ。一緒に歩こう。あ、うん。ありがとう、エナ。 奏でさっきまで隣にいたのにどこにあかなで大丈夫もしかして具合悪くなったんじゃあ、大丈夫。ちょっと止まって休んでたら、急にセミが飛んできてびっくりして転んだだけ。そ、そうだったの転んだところは大丈夫うん。大したことない。 でも、そろそろ足が動かなくなってきた。まあ、多分一キロくらいは歩いてるしね。普段の奏からしたら、だいぶ頑張った方じゃない今日は無理しないで、また涼しい日に来ようよ。か、壁に手を添えて、ゆ、ゆっくり、立てば。あ、壁から手が離れて、 えな、えー、な。ちょ、ちょっと待って、かなで私もそんなに早くは動けないからわ、あか、か大丈夫今漫画みたいに転んだけど。け前に足を滑らせて、転びそうになってなかった。え、そうなのお正月に怪我とか縁起悪いし、気をつけてね。 うん。ありがとう。ええー、これってダンスシューズイベントで使うの見せて。もうおい、勝手に覗いてんじゃねえよ。ええー、このデザイン、アキトにはちょっとかっこよすぎるんじゃないうるせえな、別にいいだろ、なんでも。つーか、早く返せよ。はいはい。じゃあ、練習頑張ってね。そっか。じゃあ、帰ろっか。あ、 コンビニでチーズケーキでも買ってく家で食べようよ。うん。わかった。アキト。ちょっとアキト。こんなとこで寝てたら風邪ひくよ。うん。お。なんだええのか。なんだじゃないでしょ。寝るなら自分の部屋で寝なさいよ。母さんの風呂待ちしてんだよ。次、俺だからな。 はいはい。ああ。どうでもいいけど、お風呂で寝て溺れたりしないでよ。んー。んー。え何あんた、なんか欲しいわけうーん。ちょうどいいし、買ってあげよっか。ほら、そこのお好み焼きとか美味しそうじゃない そういうことじゃねえよ。までもいいか、それで。はあ、何その言い方。もらえるもんはもらっとく。あっそう。じゃあ早く選んだよね。今日はよろしくお願いしますしののののめさんうん、よろしく。っていうか、しののめね。死のののめじゃなくて。あごめんなさーい し、の,の、の、のうちじゃなくて、し、の、の、め、め、ですね。へへ。でも、えなで大丈夫だから。これは、固形水彩絵の具だから、かなり使いにくいの。うまく塗るには、結構技術がいると思うよ。そうなんだ。じゃあ、今日は使えないのおあ。まあ。 今度、使い方のサイトとか教えてあげるから、それで試してみたらいいんじゃないはぁ <laughs> はい <laughs> できたエナさん、見てくださいどれどれえー、っと、これって、フェニーくんああ、かわいいね。手に持ってるのは風船かな。うんフェニックスワンダーランドの中をお散歩してるんだ それで来てくれた。みんなに風船をプレゼントしてるの？エナさん、私の絵どうですか？ちっちゃい子をニコニコさせられますか？<laughs> この元気いっぱいの絵なら大丈夫じゃない？ あれ、そうだったんだ。あのあの、あの私誰かにアドバイスするの苦手で、どうしたらうまくできますかうーん、そうだね。じゃあ、一緒に練習してみよっか。私が絵を描いてみるから、アドバイスしてみてくれるはーい。うん。じゃあ、これ、決まってくる。 りん、私の持ってきた乗り絵やってたんだ。後で見せてよ。え、別にいいけど。スー。スー。あ、もう朝じゃん。通りで眠いと思った。本当だ。カーテン開けてくる。あ、ちょ、 眩しいからいいってば。日光を浴びた方が、目が覚めるよ。ん、もう朝、朝あーもう、レンも起きちゃったでしょせっかく気持ち良さそうに寝てたのに。エナ、今度持ってきて。はいはい。エナちゃん、どうしたのなんでもない。ていうか、ポーズ変えちゃダメ。 エナが早く描かないから今描いてるってば。